ってきました。まっちゃんですではなく、ドラゴンクエスト10初心者大使の金田いぶきです。先ほどの戦いはちょっとまっちゃんさんがうますぎて正直レベルの差を感じました。あ、1分待つ。1分待たないと喋り出しちゃいけないんですか？そんなことない、大丈夫。あー、来てない人もいるのか。なるほど、じゃあもう一回自己紹介します。ドラゴンクエスト10初心者大使のドラゴンクエスト10初心者大使第5期の金田いぶきです。OK かな。じゃあ早速ガラクタの城に戻れと言われたので戻っていきたいと思います。お、ゆうじさんの配信を見るといいんですね。あ、画面いや本当にさっきのまっちゃんさんがうますぎて、やっぱ自分まだまだテクニックが足りないなと思いました。やっぱりゆうきちゃんとまっちゃんさんがもうゲーム経験者ですごくうまいみたいなので、今度ちょっとりゆきちゃんがゲームやってるとこ隣で見させてもらおうかなって思ってます。じゃあストーリー見ます。お、取りに来たぞよ。おめでとう、ありがとう。これで黒と黄色が手に入って2個目ですね。よし。あ、そういえばストーリー進めたくて課題を全然進めていない気がします。私はおー進みました。あ、レベル32だ。気が向いたらでいいか。ありがとうございます。よし、じゃあとりあえず日替わりの討伐行きたいと思います。もう32だ。リーナさんも早く配信してほしいですね。
ーで狩ろうかな。ガチャコッコ狩ります。年齢じゃなくてレベルが32です。舞踏家だけ上げても強くならないんだ。じゃあリーナさん帰ってきたらみんなで底上げしよう。じゃあちょっとみんなでリーナさん囲っていろいろ底上げしなきゃな。よしと、年齢とキュバールさんの年齢と私のレベルが一緒です。あ、転職クエストやってないです。タイガー来たー。転職後でやろうっと。まずはとりあえず日替わりのクエストやります。どこ行ってんだ。タイガークロー使う？なんだなんだ、必殺技で新しく増えたってこと？特技か。使いたいです。よし、ガチャコッコどこだ。右上ですね。こっちの方行けばいいんですね。了解です。お、ドクロ洗いが出てきちゃった。とりあえずでも使うか。あ、めっちゃかっこいい。すごい。素晴らしい。ん？今の何？あ、ガチャコッコ。え、MP 消費が重いのか。ほんとだ、5目。ほんとだ。MP 消費食うのは結構痛いですね。MP がダメだ。そっかそっか、強い敵の時は小瓶をいっぱい持ち歩いて。そうですね。でもガチャコッコには使わなくてもいいかな、この技。あ、鉄鋼剣でもいい。ガチャコッコがなかなかいませんね。なんかさっきの敵が強すぎたので、なんかあっけない感じがしますね。もう戦闘民族かってことは、他にも戦闘民族がいるんですか？大使の中で。
まっちゃんさん、また強敵？さやぴーさん？たくさんいるんですね。あいきさんとさやぴーちゃん。あいきさんか。みゆみんさんと同じ代の女性ですよね。まっちゃんさんはカジノですね、確実に。しかもカジノであんなに遊んでてしっかりストーリーも進めてるってすごくないですか、まっちゃんさん。またカジノ行ってるんだ。お父さん働いて確かに。好きあらばカジノ、なんか本当にちょっとダメじゃないですか。あの格好でカジノいるの？やだな。やだやだ、まっちゃんさん。でもちょっとまっちゃんさんにちょっとカジノの極意はちょっと教えてもらいたいなと思ってて、ちょっとポーカーのルール聞きに行きます。そうなんですよ、さっき弟子になるって言っちゃった。私まっちゃんさんの戦いのうまさに弟子になるって言っちゃったな。まずったな。後悔した。よし、バディースーツ着せられちゃいます。弟子寄ってきた。遊びという激励に身を任せ。
反抗期来そうです、こんな父親を持ったら。フルハウス来てる？あ、なんかすごいのいる。これ何ですか？この敵。ダメ？やめた。やめときます。強いかな。じゃあ、まあ、とりあえずまた勝った後に行く作戦に行きますか。4人いればなんとかなりますか。そこ次第か。親父がフォーカードしてるだと。ちょっと後でゲームの仕方教えてほしいから、ちょっとこの枠終わったらまっちゃんさんのとこ行きたいな。何？はあ、断られた。しちゃった。りゆきちゃんポーカー得意ですかね。ニヤニヤしてる。まっちゃんさんどんな反応してますか。りゆきちゃんもできるのか。カジノに夢中か。すごい勢いでポーカーを。やだな。今日ずっとデレデレしてるんだ。まっちゃんさん何があったのかな。じゃあルール知ってるならりゆきちゃんでもいいですね。聞くの。タイムシフト見ます見ます。でもね、まっちゃんさんとかは、多すぎて、見てるやつと見てないやつがまばらですね。
あ、リーナさん家事のハマりそう。興味津々ですもんね。なんでも。タイムシフト皆さん追いついてますか？お、レベルアップした。やっぱ全然追いつかないですよね。あ、でも必死でやってる人もいる。まっちゃん以外追いついてる。全部は無理ですよね。ちょっとまだ初めの方だからみんな怒涛にやりすぎてて、あ、私のだけ追ってくれてる人もいる。そう、でもやっぱなるだけストーリーが進んでるところとかはしっかり配信していきたいしね、ゲームやってるとこしっかり配信したいですよね。あ、じゃあやっぱ始めたての時はやっぱ皆さん多いんですね、配信が。でも徐々に減っちゃうのも悲しいですよね。確かに自分はちょっとこの後というか、仕事が少し多くなる時期が来そうなので、それに備えてちょっとみんなに置いてかれないようにレベルアップしてるところはあります。まあ、撮影の場所がどこになるのかわからないので、ちょっと地方に泊まりとかになっちゃうと、でそこのなんか状況とかによって配信できるかどうかわかんないし、ちょっと不安の種ですね。パソコン持っていけばいいか。一応パソコン、でもこのパソコン意外と重いんですよ。めちゃくちゃ重くって、あ、持ち歩くの結構大変です。めっちゃ重い。そう、めっちゃでかいしめっちゃ重いんですよ。私のパソコンの倍ぐらいは重い。先輩大使に聞いてみます。そうですよね、皆さん仕事やりつつしっかり配信してるんですもんね。あ、 3DS 版か、なるほど。確かに 3DS 持ってるしな。あ、インコさん、じゃあちょっとインコさんに相談してみたいです。あ、そっか、 3DS と料金別になっちゃうのか。そうですね、陣達さんとか梅田さんとかに相談します。あ、しかも 3DS ポケット Wi-Fi にしなきゃいけないの。事務所の経費絶対落とせないって、そんな。あ、あと5分。でもちょっと今日の配信はここで終わりにしたいと思います。この枠で。私、ですね、まあこの初心者大使のオーディションもそうなんですけど、まあ
この時期って結構オーディションをいっぱい受けたりするんですね。だから台本覚える量とかもいっぱいあって、ちょっとそろそろしっかり台本覚えて消費していかないとまずい。ぜひ受かりたいですね。なので最近オーディションがちょこちょことたくさんあるので、あ、台本覚えるのは結構得意ですね。だいたいオーディション用のペラ4枚とかだったら、どれも1枚3回読めばだいたい入りますね、セリフは。そう、ちょっとドラクエのオーディション受かったから、ちょっと最近自分乗ってきてるかなと思ったりして、この調子でなんか皆さんからもすごいいろんなエネルギーをもらって、どんどん前に進んでいけたらなと思います。よし、とノリ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 、どんどん行くぜ。なんだか、ですね、私は高校の、よし、ちょっと喋ろう。私は高校の2年生ぐらいの時から今の会社フリップアップに入っていて、まあ初めの方は全然仕事がないし、オーディションもないし、何をしていいか分かんない時期がすごく長かったんですよ。でもどうにか試行錯誤して、あとやっぱいろんなたくさんの先輩に出会って、そう、かなめさんだったりとか、もちろん会社の事務所の社長だったりマネージャーさんだったり、いろんな人に物事の考え方を教えてもらって、まあなんとか、そう、最近オーディションを受けると大体最終まで残るんですよ、最終選考まで。だけどあと一歩でごめんなさいか、それかまあ一緒に仕事しましょうになるか、そういう感じになってきて、まあ、昔は最終選考まで残らなかったので、ちょっとずつ成長してはきてるかなって実感してます。あとやっぱそのお芝居とかも初め全然わからなかったのですけど、舞台出たり、あとは自分で映画を結構たくさん見て吸収したり、あと人間観察とかもすごいしますね。そんな感じで自分にいろいろ吸収していって、まあ、悔しい気も、私はどっちかっていうとなんかすごい負けず嫌いなんで、すごい悔しがずつ真剣に、なんだろう、私と仕事できてよかったって思ってくれるように、本当になんだろうな、情熱を込めて真摯に真面目に仕事に取り組んでます。あと30秒だ。で、まあ、今回こうやってドラクエの初心者大使に参加して、なんか応援してくれる人がすごい一気に増えて、しかも皆さん優しくて、あと机にの人たちもものすごい優しいんですよ。こんな素敵な現場でお仕事とかゲームできるのがすごく嬉しいです。では皆さん、さようなら。時間が